今日は前からずっと片思いをしていたクラスメートの西野に告白するため、勇気を出して夏祭りに誘ったあなた。しかしあなたは緊張してしまい、帰り道になった今もまだ告白できないでいた。なら、そこ曲がるから。もう、何？さっきから何も言わんやんか。ずっともじもじして。何なん？男やったらはっきり言いや。もう、なんなん？ナナのこと好きなんか好きちゃうんか、告白するんかせえへんのか、はっきり言って。言えるやん。な、知ってると思うけど、ナナめっちゃ泣き虫やんか。だからこう守ってもらいたいなって思うし、なんか男らしいところとかも見せてもらいたい。もしそれが一生できるっていうんやったら、ナナのこと一生守ってほしい。将来一緒に住んだらさ、イグアナ飼っていい？いいやろ？2匹